スズキ。さあということでヌル八編の第2回目になるんですけども、はい、大体なんか歴史的な背景が分かったところで、うん、今回からなんともうすぐヌル八が出てくるってことですね。はい、はい、うん、ヌルパチーノが。あ、なんて言った今。ヌルパチーノ。ああなるほどね。今勝手にあだ名つけた。つけたくなりません。あだ名をちょっと。ヌルパチーノなんだね。ヌル八は本当は。いや違う違う違う。勝手に言ってるだけ。史実と違います。いや、はい、はい、すいません。じゃあヌルッチの話していきましょう。いや言ってるやん。さあさあ、はい、ヌルハチがね自立する前の中国の東北部の状態っていうのも、うん、まあ戦国時代ですよね。こういろんな勢力が各地に分立して互いに覇を唱えるようになってた、うん、結構なんか治安が悪いみたいな記述とかも結構残ってて、はい、例えば盗賊がミツバチのごとく群れをなして怒ったとか、うん、あと村一族を率いて互いに戦い奪い兄弟のうちでさえ殺し合いを行ったとか、なんかそういった記述が残ってるんですよね、うん、万人の闘争、はい、で様々な部族がいました、はい、部族の名前の発音が面白いから全部言いますね。お深井さん好きそうやろ、はい、もうこれだけでいい、はい、まず満州五部っていう、部っていうのは部族の意っていう意味ですね、はいはい、満州は満州のこと、ね、満州のことだ、うん、で五っていうのはまあ数字の五ですよね、うん、この満州五部の中に5つの部族があります、はい、スクスフ部。お、言いにくいな。スクスフ、はい、スクスフ部、はい、スクスフ部、うんうん、フネヘブ、フネヘブ、はい、ワンギア部、ワンギア部、ドンゴ部、ドンゴ部、ジェチェン部、ジェチェン部、ェン部、はい、なんかどれ入る？どれ入りたい？いやあ、俺スクスフ入る。俺ジェチェンが好きかな。ジェチェン、ジェチェン良くない？じゃあ俺スクスフ行くわ。じゃあ俺ドンゴ、ドンゴ行きますよ。ドンゴ部に行きますよ。強そう。絶対強い、ね、うん。ちょっとみんなも選んでほしいな。なんか柔道部みたいなイメージがある。なんかフネフネヘブはちょっとなんかこうなんかこう。言い方だから、ね。文系みたいな感じやな。うん、でもさ、はい、読んでないけどさ、うん、この貼ってあるさまざまな部族が割拠していたって言って書いてあるところに、うん、ホルチン部っていうのあるじゃん。俺はもうこのホルチンに惚れたね。これはねモンゴル部族だね。あ、そうなんだ。もうホルチン行きます。ホルチンに。しかも結構強い。はい。面接行きます、はい、ホルチン。いいな。この満州五部っていうのは、はい、まあ、なんで五部族が一つのカテゴリーにされたかというと、この地方には、まあ、かつて明によって防衛拠点が設置されて女真族の五部族がそこに組み込まれてたから、まあ、満州五部っていうふうに言ってるんですよね、はいはい、でこの中でも、まあ、中小勢力が乱立してたんですが、うん、ヌルハチはこの中のスクスフ部に属してました、うん、お、俺のね、はい、いや勝手にやるんだけど、スクスフ部のギョロ一族でしたね、うん、はいはい、ただね一族とは言ってもすごく年月が経っててかなり細分化されてるんですよね、うん、で分散して住んでたのでもともと同じ一族であっても親族という感覚がすごい薄いと、うんうん、だから同じ一族だからといって団結になるとは限らないんですよね、はい、うん、あとフルン四国、四国っていうのは4つの国って書いて四国ですよね、はいはい、うん、ウラ部、ハダ部、イエヘ部、ホイファ部、あ、イエヘ部がいい、俺はイエヘ部がいい俺なんかウラがいいな、なんかウラ、ウラ部がいい、一番なんか 悪そう、なんかウラ部みたいな感じやで、ウラ、うん、このフルン四国のそれぞれの部族単体が結構強いらしくて、うん、あの満州五部に匹敵するほどの権勢を誇ってたんですよね、うん、だから求心力ある政権をそれぞれが持ってたっていう感じです、うん、で他にウェジ部、うんうん、ワルカ部、うん、フルハ部、フルハブってさっきいなかった、いないか、さっきいない、フネヘブか、はい、ちょっと違う、うん、でモンゴル系の部族もいますね、ホルチン部ですね、さっきのね、俺が、はい、俺が入ってるやつ、はい、あとチャハル部ですね、うん、ホルチン部の下にグワルチャ部があると、うん、そう、女真族のグワルチャ部と、うん、なんで僕はホルチン部のグワルチャ部に入りますちょっとややこしい、もう俺全然構造が分かってない今いや文化圏の違いが分かるな、これすごいな、全く普通に生きてて聞かない音の並びですもんね、マジで宇宙人と話してるみたい、マジで、うん、すげえな、はい、でヌルハチの話に戻りますね、うん、はい、はい、1559年に長男として生まれました、うん、はい、ちなみに桶狭間の合戦が1560年、あ、ほぼその辺同じ時期ですね、うんうん、で王佐の血統を持ってた名門だと言われてるんだけれども、うん、祖父より以前は遡れないので、うん、おそらく信仰勢力の一つだと言われてる、まあ奴隷も結構持ってたと、うんうん、祖父
ギオチャンガ、うん、オサの一人ですよね。強そう。そう、この人はスクスフ部のなんか東半分をほぼ支配下に収めてて、で、うんうん、結構ミントも貿易で儲けたっていう、うん、全然想像できんね。全然ギオチャンガっつってスクスフ部と東半分をほぼ収めたギオチャンガの孫ムルハチ。全然わからんな。まあ音だけ楽しんでください。で父親タクシー。お、急に日本人みたいな。タクシー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 。うん、この人もスクスフ部の長の一人ですね。はいはい、母親エメチ。エメチ。はい。という家族構成ですね。うん、でヌルハチはね、5歳で騎車を学び始める。五歳。騎車。あの馬に乗りながら弓矢を打つやつね。はいはいはい、そう、保育園でいうと何、年長さん？年中さんから。ええー。狩りとか人を狩る練習をしてるっていう、ね。すげえ。やばいね。やばい。やばいな。うん、はい。で11歳でちょっと悲劇が訪れるんですけれども、実母が亡くなるんですよね。でお父さんタクシーはね、再婚するんだけれども、うん、ママ母との折り合いが悪いらしくて、うんうんうん、なんかいじめられたっていうふうに言われてます、はいはい、で19歳の時に分家して財産分与されて独立したんです、うんうん、食いぶちを自分で稼いで自分の身は自分で守れっていうね、うんうん、これ女親族ではですね、やっぱこれ豆知識なんですけれども、うん、女親族では家の財産っていうのは基本的に分割相続なんですよ。なんか、うん、長男が継ぐとかではなく分割するっていう。そうそうそう、モンゴル部はあれだよね、末子が継ぐ。あ、なんかあったねその話。そうだから、あんまり分割相続ないですよね。そっかそっか、うん、ちょっと違うんですよね。はい、うん、一定の年齢になった子供から順に資産を、まあ、分与されて独立していくっていうのが一般的だったんですよね。野に放たれてんだろうねこれ。そう、ちょっと持たされて、うん、はいはいはい、そうなんですよね。でその財産分与に預かる資格も、まあ、基本的に平等であったと。うん、うん、まあ、後継者指名とか長男が相続みたいな原則は、まあ、存在しなかったっていうふうに言われてますよね、まあ、実力で決めるっていう、うんうん、ただ実はこれがね、ある種構造的な弱みで、うん、集団が絶えず分化していくんですよね、分裂していくんですよね、はいはい、後継者を座をめくって紛争が絶えないみたいな状況が起こしてるんですけれども、これが統一政権を誕生させにくくしている、まあ、彼らの慣習なんですよね、うんうん、これを後々ヌルハチが克服しようとするんですよ、うん、でちょっと話を戻して独立するじゃないですか。なんか独立してる時にどうやらお父さんがね、再婚した妻の言葉に従ってヌルハチにあんまり多くの財産を与えなかったんだって、うん、奴隷を多く与えなかったと、うん、でおそらくは義母と血がつながってないじゃないですかヌルハチは、うん、だから相続で財産分与で弱い立場に立たされたんじゃないかなというふうに思われますね、はいはい、うん、奴隷11人、2匹の馬、4頭の牛しか与えられなかったっていうふうに書かれてますね。もう全然どれぐらいの規模の財産だろうなっていうふうに思うんですけれども、ただお父さんの家には奴隷が100人余りもいたんですよ。それにもかかわらずこれだけしか与えてもらえなかった。でヌルハチは結構不満に思うんですよね。いや、もっとたくさん欲しいですっつってお父さんにヌルハチが、まあ、頼むと、もうお父さんが言うんですよね、お前の曾祖父は自分の子供に奴隷を2人しか与えなかった、うん、だからお前の方が多く与えているのに文句言うなってことなんですよ。なるほど、はい、うん、で彼らもまた我らと同じように裕福になっている、自分を信じて試行錯誤を重ね名を上げて暮らしている、お前はなんてことを言うのかっていうふうに怒られるんですよね。まあ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 、あら、まあそう、まあ、僕個人的なね感触なんですけれども、ママ母のいじめっていうよりは、まあ、ただ単に女親族のしきたりに沿って子供を甘やかさないみたいな態度を取ったんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、なんかありそうですよね。そうですね、うん、ただヌルハチはまあ大変その苦労するという感じになるんですよね、うん、なんかね、ありそうですけどね、なんか贅沢すんの甘えんなっつって、うんうん、父がめちゃくちゃ金持ちやけどあんまり仕送り送らないとかあるじゃないですか、ね、そうですね、なんか、はい、はいはい、で、まあ、同じ19歳独立した時に女親族の商人の入り婿になったんです、うん、で実はこの嫁の実家がね、民とつながりを持ってたんですよね、うん、まあおそらくこれがきっかけにこう商売を始めるんですよ、うん、まあ、それこそ野生人参とか松の実などを市場で売って生計を立てていって、うん、まあ、生活が軌道に乗るようになります、はい、でこの生活が軌道に乗ったタイミングでまたお父さんとお母さんからね、以前お前に与えなかった奴隷とか家畜を今受け取れっていう風に言ってくるんですよ、うん、でもそれをヌルハチ断るんですよね。文献に書いてあったんですけど、うん、自分に対して以前与えられなかったじゃないですか、十分な財産を、うんうん、それが内心辛かったんだって、うん、それがあまりにも辛かったので受け取りを拒否したっていうふうに怒ったんや。そう、相当ムカついたんじゃないかなと、うん、こういったエピソードとかもあります、はい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 、なるほどね、どう捉えるかはね。そうですね、はい、はい、でちなみにヌルハチの風貌っていう描写も残ってるんですよね、うん、これがね30代後半の彼の風貌についての描写なんですけれども、
中肉中背、うん、花が大きく色は浅黒くて面長、うん、天の皮の帽子をかぶり天の皮で縁取りをしたきらびやかな服をまとい金の飾りのついた帯を締めている、うんうん、服には竜の模様がついていたと、うん、で大小の刀と火打ち石などを手に挟んで持ち鹿革の靴を履いていた酒は飲まない、うん、はいはいはい、まあ、こんな感じですね、まあ、一応なんかググったら出てきますよね画像がね、うん、ヌルハチのまあねその時代の顔なんで、うん、後で後世想像で描いてると思うんですけど、うん、絶妙な表情してますよ ね毎回なんとも言えんなんか気の抜けた、うんね、どれ見てもねどうしたいのかよくわかんないですよね、うん、この絵はね、もう僕らには理解できないなんか当時の理想の人間モデル像が反映されてるのかもね。なんかちなみにそのヌルハチの絵は額に飾った絵として Amazon で売ってますんで、はい、もしヌルハチ興味ある人は買って家に飾ったらいいんじゃないかなと思いますよ。確かに売ってんすね。売ってますね。はい、なるほど。 よかったねヌルハチ。ね。有名になってね。うん。はい、いやいやいや誰目線、うん、でまあここまでが彼の生い立ちなんですけど、うん、ここからが彼の人生の歯車が回り出すことが続いていくんですよね、うん、25歳の時祖父とお父さんがね明の軍に殺されるんです、うん、しかも誤って殺されるっていうね、うん、間違っちゃったね。そう間違ってね、経緯をさらっと言うとねアタイっていう人がいたんです。ヌルハチと同じく、うん、まあ、スクスフ部に属している、まあ、おそらく女神族の人が、うん、まあ、この人がね民の辺境をたびたび略奪してたんですよね、うん、で民がブチ切れてこのアタイっていう人の本拠地の城を襲撃するんです、うん、はい、でこのアタイの妻がギオチャンガの孫娘なんですよね。ちょっと待ってよ、分からなくなってきたぞ。ギオチャンガはおじいちゃん、ヌルハチのおじいちゃんだから、はいはいはい、うん、じゃあこのアタイの奥さん妻は、うん、ヌルハチの親戚ってことだよね。そうですね。同じ孫娘だから、うん、いとことか、はい、そうそうそういとことかってことだよね、うん、なるほど。だから同盟関係なんだよな、うんうん、そうはいはい、そうそう、うん、でこのギオチャンガはね孫娘を救出するために、うん、自分の息子父親のタクシーですよね、ヌルハチのタクシーと一緒にこの城に単独で潜入するんですよ、うん、もう娘孫娘だけでも助け出そうとするんですよね、うんうん、でも土壇場になってアタイがね妻を渡そうとしないで揉めるみたいなことが起きるんです、うん、はいはいはい、でこういう状態の中で実は同じスクスフ部の中にニカンワイランっていうオサがいたんです。はいはい、もう全然入ってこんよ入ってこんけどニカンワイラン、はい、うん、ニカンワイランね、うんうん、でこいつはアタイを潰したいというふうに思ってます。うん、個人的な、そう、はい、あの競争関係であるのでライバルなんで、はい、だから民に協力してこの城攻めに参加してたんです、うん、しかも民から指揮権を与えられてたんですね、うんうん、でニカンワイランは城に向かって叫んだんです、うん、アタイを殺して投降した者を次の城の主とすると。でアタイの兵士をけしかけたっていうことですよね。裏切らせた、そうそう、で、うん、裏切らせることに成功してアタイは部下に殺されたんです。あら、でしかしその兵たちが城の外に出たところを民軍によって片っ端から殺されていくんですよね。おうおう、でここで悲劇が起こるんですけれども、ニカンワイランはね、うん、ここでどさくさに紛れてギオチャンガとタクシを民軍に殺させたんです。あら、なるほどねそう、この際ひとまとめに殺しちゃおうみたいな。あら、これはだからそのもう一回ちゃんとまとめると、うん、そのヌルハチの親戚の女性がたまたまアタイの妻だったから、うん、 そうだね、その女性とアタイが民から攻められるってなっちゃったから、そうですね、うんうん、親戚の女性を助けるために、そうそう、その二人がお父さんとおじいちゃんが救いに行ったんだけど、うんうん、そこにこのおじいちゃんたちとのライバルでもあるスクスフブっていうその部族の中のニカンワイランっていう人がどさくさに紛れて自分のライバル全員殺すっていう挙動を取ったから、アタイも死んだし、うん、自分のおじいちゃんとお父さんも全員死んじゃったっていうことが今起こっちゃったってことだね。ありがとう、うん、なるほどね。いやもうこれはねちょっとあの単語が入ってこないから難しいですよね、うんうんうん、はい、まあ逆かな、入りすぎて逆だ、逆に単語が入ってきすぎて、そう、単語のちょっと存在感がでかすぎて、でかすぎて内容が入ってこない逆にね、うん、ニカンワイランってどういうことってなるから、うん、でヌルハチはもうすごい悲しくて泣いたんですよね、うん、で民に対して抗議をしたんです、うん、何してくれとんじゃっつって、うん、で民もねここで非を認めるんですよね、あごめん、うん、ちょっと本来の標的ではなかったし、うん、すまんかったっつって、はい、民が謝るんですよ、うん、でまあギオチャンガとさタクシもさスクスフ部の長だからさ、うん、まあ、その辺の一般人じゃないんですよね、うんうん、揉めたくないんでしょうね、はい、
でこの2人の遺体を明が返還します。で30通の貿易許可書と30頭の馬をヌルハチに賠償金として支払ってるんですよね。うーん、でもヌルハチはね納得しないんですよ、うんうん、二冠ワイランを捕らえて送れよっていう風に明に要求するんですよ。敵だろ俺のっつって、で明がこれを聞いて態度を硬化させるんですよね、うん、二冠ワイランの引き渡しを拒否します、うん、しかも逆に二冠ワイランを支持する方針を取るんですよ。うーん、だからなんていうかね、本の中に書いてあったのはヌルハチみたいな跳ね返りよりも、うん、自分たちに従順な二冠ワイランの方が御しやすいというふうにおそらく民は考えたんでしょうね。だって二冠ワイランも長ですから、そうそうそう、立場的にはまあほぼ同じというか、そう強いわけですよね。そう、うん、しかもね、民の戦闘行為に加担して一応戦功を挙げたからね、武功を挙げたからな、はいはい、でこれがね結構やっぱインパクトがでかかったらしくて、ヌルハチにとって、うん、ヌルハチの祖父と父が築いてきた基盤が瓦解するんですよ、うん、はい、でまずヌスクスフーブで何が起きたかというと、ギオチャンガが亡くなったら離反するものが結構出てきたんです。あらら、おじいちゃんが、うん、はい、おじいちゃん亡くなってね。そうですね、うん、でさらにこのミンが二冠ワイランを支持しますっていう風に言ったじゃないですか、うん、これによってヌルハチがね、身内の一族までもがこの二冠ワイランになびくようになって、うん、ヌルハチを暗殺しようとするんですよね。うわ、これなんかちょっと戦国時代感がありますよね。でも二冠ワイランの思惑通りになってったよね、ここまではね。そうだよね、そうね、ライバルぶっ潰したかったわけだから、うん、そもそも、まあ、結局なんか刺客にこうヌルハチの寝込みを襲わせたりとかしたんだけれども、まあ、事前にヌルハチが気づいてまあ不発に終わったみたいな、うん、そういう結構シビアな状況になるんですよ、うん、恐ろしい、はい、戦国時代やな、はい、うん、でここでヌルハチはね挙兵をするんですよね、復讐のために、うんうん、手勢わずか13人ないし数十人程度であったというふうに言われてます、うんうん、もう超弱小勢力ですよね、うんうんうん、でしかも挙兵といっても別に民と戦争するってわけじゃないんですよ、うんうん、あくまでその満州五部の内部の軍友割拠の中で一部族として参戦したというふうに過ぎません、うんうん、まあ、復讐をするために立ち上がったということですよね、はいはい、で速攻で二冠ワイランをやりに行くんです。おお、でもねなかなか仕留めきれないんですよね、うん、で3年ぐらい経ってから二冠ワイランがね民の領内に逃げたんですよ、うん、逃げた後にヌルハチがねまた身柄を引き渡せというふうに民に要求するんですよ、うんうん、はいはい、でもここで民はね二冠ワイランを見捨てるんですね、うん、見捨てて引き渡しに応じるんですよ。またなんかねその辺も、ね、なんでなんかこの間二冠ワイランはどんどん弱くなってたのかな。そうそうそう、うん、あのね二冠ワイランが勢力を保ってたのが数ヶ月ぐらいしかなかったらしい。じゃあその後もう瓦解していって、そうそう、まあ、支援しようと思って支援したけどうまくできなかったからもうこいついいやって言って民からも切られちゃった。そうそう、もう利用価値ねえよね二冠ワイランがね。そうそうそう、利用価値ねえよねっつって、はいはいはい、で二冠ワイランどんな顔かな。ニカニカしてるのかな、ね、いやいやいや。で二冠ワイランが逃げようとしたところにヌルハチの手下に殺されて、まあ、復讐達成するとほうほうほういうことになりますね。なんかね、はい、この辺も民の挙動もすげえ戦国時代っぽいな。なんかもういらんかったら切るみたいなね、うんうん、でヌルハチの次の目標っていうのもあります、はい、これがねまずね一族の内部からの反感を抑えることなんですよね。一族から殺されかけてるからさ、はい、でもこの過程がね、まあ、なんか最終的には成功したっぽいなんですけど、このプロセスがあんまりその記録に残ってないんですよね。ただ特徴的なのはヌルハチは強硬手段に出られなかったことなんですよね。殺しに来た刺客を捕まえても殺さないで逃がしたりとかしてるんですよね。なんでかというと弱小である自分が刺客とかを殺してしまうと必ず戦争になるんですよ、うんうんうん、でその時に兵力で劣る自分に勝ち目はないので、うん、まあ、ちょっとこう穏便なやり方で収めたっていうふうに言われてますね。なるほど、はい、まあ、結局その一族の内部の反感を抑えることに一応成功します、うんうん、で次の目標ですよね、はい、まあ、目標っていうよりもまあデフォルトでやってることなんですが、うん、満州五部の中の敵対勢力と戦うことなんですよね、はい、時代背景として戦国時代がずっと継続中なんで戦わないと生存基盤を確保できないんですよね、うんうん、でただヌルハチはやっぱりまだ軍の規模として小さいので、まあ、弱者の戦略を取るんですよね、はい、まあ、戦わずに策略を使って敵を武装解除させたりとか、まあ、奇襲戦法を取ったりとか、うん、頭使う、そうそうそう、で防御がすでに固まっている城を無理して攻めようとしないとかさ、うん、そういうことをやったりとかしてます、うん、ただ戦う時はいつも先頭に立って命の危険をさらしてる、はい、面白いエピソードが残ってて、まあ、ある時ヌルハチが城攻めをしてたんですよね、うん、でヌルハチは家の屋根に登って城の中にめがけて矢を射かけてたんですよね、うんうん、その時に敵の放った矢が頭部に命中したんです自分の、
で兜を破って突き刺さって頭にまで達したんですね。おで急所を外れたため怪我だけで済んだんですよ。おでヌルハチはそれにひるまずにこの弓矢を引き抜いて自分の弓につがえてそれで敵を倒したと。おお強え、はい、でねで今度は敵の矢がねヌルハチの首に刺さったんです。お首を覆ってるくさび片びらもろともなんか首に食い込んだんだって。おでヌルハチはねそれに引き抜こうとしたんですよ無理して。で肉までえぐり出して傷から血がブシャって吹き出して、あの意識を失ったんです。えなんで笑ってんすかなんで笑ってんすか引き抜くない引き抜くないで大量出血を繰り返したけれども、一応止血するんですよね。で死なずに済んだんですよ。すごいよね。そう死なずに済んでで回復するとまたその城を攻め出して今度は陥落させるっていうエピソードが残ってます、うん、まあ武勇伝ってやつだねこれ。武勇伝ってやつ。そうそうそう、強え、うん、でもなんかやっぱりちっちゃい頃から相当すごかったってあの読んだけどね、うんうんうん、5歳から騎車習ってたっていうやつの成績とかすごかったらしいですけど、うんへ強かったんですね。そうだと思う。とにかく、まあ、それも伝説かもしれないですけどね。そうですよね、はいはい、でも弱くはないでしょうね、まあ、弱かったら。そう、あとは運も良かったんだと思う。そうね、うん、はいはい、運要素も結構でかいと思う、うん、で挙兵から4年ぐらい経った29歳の時にですね自分の城を気づきます。だからそれだけ経済力と軍事力を持つようになるんですよね、まあ、一発の長になったっていうことです、うん、まあ、日本でいうと何だろう中規模ぐらいの城持ち大名になったっていう感じかな、うん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 、はい。でねこれをきっかけにまた彼の戦いが次のステージに移行するんですよ、うん、ヌルハチがこれまでに戦った相手っていうのは二冠ワイランとかみたいにせいぜい城とその周辺を支配しているぐらいの相手だったんですよね、うん、で城を建てた以降ヌルハチが戦った相手っていうのは比較的大きな勢力を持ってたやつらなんですよね、で彼らは民と直接交渉したりとか民もその存在に注意を払ってたんですよ、うん、これもまたちょっと無理して日本で例えると例えばさ朝廷とつながりを持ってて海外とバンバン貿易してる戦国大名クラスなんですよね、うん、その戦国大名クラスの戦いにヌルハチは突入していくっていういいね、うん、なんか中ボスクラスみたいになってきた、はいはい、でここでヌルハチの運命を変える人が出てくる、はい、これがねミンなんですよね、はい、ミンがヌルハチのパトロンになるんです、うん、へー、うん、ミンの将軍李成龍っていうやつがいるんですけれども、うん、まあこれがね今までの話に出てきた民側の対女真族対モンゴル族の東北の辺境防衛の現場トップなんですよこの人が、うんうんうん、李成龍李さんですね、うん、まあ、将軍です、はい、まあ、長年やっぱ東北辺境の防衛に関わってきて防衛政策の意思決定に関わる結構重要な人物です、うん、いやもうかなりパワーはある人パワーある、はいはいはい、もう女真族を転がしてる人ですよね、うんうん、親玉です、はい、うん、でこの人はね漢族なんだけれども祖先が女真族だったんじゃないかなっていう説はあります、はい、はい、なんか遊牧民の事情を熟知してたりとかモンゴル族と女真族とで戦い方を使い分けたりとかしてたみたいですね、うん、でもちろん彼はその女真族に対してはさその内部分裂状態を維持するためにいろいろちょっと転がしたりとかするんですよね、うん、民に対して忠実で御してやすい人物を懐柔したりとか逆にこう反抗して領土を侵犯してくるやつをぶっ潰すとかなんかそういったことをやってるんですよね、うん、この李成龍がヌルハチにちょっとヌルハチもお前ちょっと頑張ってるじゃんおじさんと仲良くしようよっていう風に言うんですよ。なるほど、はい、ちなみにヌルハチはこの時30代、うん、李成龍は60代うん、なんか若手を自分の傘下に引き入れる社長みたいな感じですよね、うん、ですね、はい、まあでも輝いてたんでしょうね、うん、そのいろんな万有割拠してる中でも、うん、このヌルハチという若者はちょっと使えるなとちょっと、うん、いいぞこいつはって李成龍は思ったんでしょうね、うんはいはい、もちろんあくまで利用価値として重視しただけですからね、はいはい、でヌルハチはもちろんこれは願ってもないんですよね、うん、自分の勢力を拡大するために李成龍と提携するという判断をします、はい、でヌルハチは莫大な利権を手にしますよね。お、うん、貿易許可証がもらえるから、うん、で李成龍に便宜を図ってもらってヌルハチたちのこの商品をね李成龍を通じて民の市場に輸出したんですよ、うん、でこれでもむちゃくちゃ儲けるんですよねヌルハチたちが、うん、で儲けたやつを使ってまた牛とか買ったりとか織物とか買ったりとかさ、紙とか買って、まあ、持ち帰ってたんですよね、うん、あら嬉しいですね。そう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 、うん、でこの李成龍の支援をもとにヌルハチは満州五部を平定するんです、うん、まあ、だから結構すごく重要なキーパーソンですよね李成龍は、うん、はい、もちろんそのヌルハチ自身の
まあ、実力はあったんだろうなというふうに思います。一気にめっちゃ出世してるもんね、この段階で。そうそうそう、普通の一条あるじぐらいからいきなり万十五部平定まで行ってますから、うん、だからそれだけ民の支援っていうのはむちゃくちゃ でかいんでしょうね。でかいんだよな。平定ってどういうイメージなんですかね。統一とはまた違うイメージなんですか。平定というか、まあ要はその武力で一回言うことを聞かせてるっていう状態ですね、平定っていうのはね。自分を親分と認めさせるっていうことですよね。これは勝てないなと思わせたってやつですけど、まあこのヌルハチ商品を売ったってこの台本に書いてあるのが僕ずっと面白かった。いやいやいや、俺も欲しいもんヌルハチ。ヌルハチ商品売ってるなら買いたい俺も。そうだね、いろんなものありそうですね。野生人参とかね。ヌルハチのなんかこうね、シールが貼ってるじゃない。貼ってあるんでしょうね。ボディーソープとかね。生産したのはヌルハチですみたいな。でも生産してないからねヌルハチ。商社だからねヌルハチは。なんかヌルハチ商事とかいう感じ。いいね。でも絶対なんかね、アリババでありそうだよね。アリババ。アリババ。ヌルハチの顔のシールを貼ってるやつ探してみよう。いいね。てか俺らが売ろうじゃあ。アリババで。ヌルハチの顔のシールを貼った。商品バーユーとかね、なんか馬の油、庄司ヌルハチ庄司の馬の油みたいな。いやいや、どうでもいいですよそんな。はい、で万十五部統一します。31歳の時万十グルンを名乗ります。グルンっていうのは国っていう意味ですね。だから万十国、万十グルン、万十グルン。俺も名乗ろうかな、じゃあ万十グルン。いやダメでしょ。名乗るとかなんだねこれは。万十グルンを名乗る。そうだね、はい。まあ、名乗って、で民が別にね、その李成梁が別に文句言ってこないから、まあそれがまあ認めたっていうことなんじゃない。名乗るっていいっすね。うん、あまり名乗るという動詞に集中したことなかったけど、今後俺も機会あればすぐ名乗る人になろうかな。まあ名乗れますよね。名乗るだけ。名乗るだからね。自己完結一旦できますからね。そうそうそう。名乗るっていいな。そうそうそう。うん、でちなみにヌルハチには弟がいて、うん、シュルガチっていう、まあ、同じ母から出てきた弟がいるんですけれども、この弟と二等体制なんですよね実は。それぞれが家臣団を従えて、このマンジュグルーンを形成してるんですよ。まあ、ちなみに弟は後々ヌルハチからパージされます。パージされて、そこ争うやな、はい、病死します。はいはい。でヌルハチはね、ここで統治を政務組織を整えていくんですよね。五大臣っていう5人の側近中の側近を直属の最高執政機関として機能させるんですよ。5人の名前も残ってて、これも面白いから全部言います。はいはいはい、五大臣ね、5人の五天皇みたいな人たちです。はいはい、フュンドン。言い方。フュンドンね。フュンドン、ね。エイドゥ。エイドゥ。あ、これ分かりやすい。はい、ホホリ。ホホリ、ね。可愛い、うん、はい。フルガン。熱いや絶対。アンバフィヤング。ああ。これは、ね、これは難しいな。カントリー系のカントリーアーティストですね。ギリギリフュンドンかな。なんかホホリがいい。ホホリなんかこう焼肉のメニューに出てきた。いや俺やっぱフルガンがいいですね。フルガン、フルガンがいいですね。ホホリはでもやっぱ魔法使いでしょうね。魔法使い、ね、こんな派だと。ホホリが魔法使いでしょうね。フルガンちょっと背が低くて斧使うっすね多分。ドワーフみたいな。ドワーフ的なやつですね。フルガンはね、はい、筋肉がガシッとしてて、はいはい、みんなねヌルハチ個人とすごい密接な主従関係にあって、まあ、孤高の神なんですよ、うん、もう早くからヌルハチに従って戦場を共にしてきた人たちなんですよね、はいはい、でヌルハチも、まあ、この五大臣の妻に自分の、まあ、娘を与えて結婚させてるっていう風な、うん、あの関係性です、はいはいはい、あとねヌルハチがやったもう一つ面白いこととしては自前の文字を作るんですよね。実はその女真族っていうのは自分たちの言葉は持ってるんだけれども自分たちの文字はなかったんですよね。だからモンゴル語の文章を書いて文書作成とかしてたんです、はい、ただやっぱ非効率だったんですよね、でモンゴル語の文書作成ができるっていうのは特殊技能なんですよ、で学者しかできなかったんですよね、まあ、外国語だから、そうそうそう普通にね、はい、でこの不便さを解消するためにヌルハチはですね自分たちの文字を作ろうというふうに命令するんですよね、まあ、これをどういう作るかというとモンゴル語が書ける進化に命じて自分たちの女真語を表記する方法をモンゴル文字で作れよっていうふうに命じたんですよね、はい、文字だけは流用して、そうそう日本で当てはめていった、そうそうそう日本でいうと万葉仮名みたいなやつですよね、はい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 、これをまあ万寿文字っていうものを作って自分たちの言葉で民とか朝鮮とかモンゴルといった、まあ、彼らからすれば先進文化圏の、まあ、書物とか翻訳したりとか共有したりとかしたんです、するようなこう状況に持っていったんですね、はい、であと彼の政策として結構、まあ、後々重要なのは集中政策、
集まって住む政策ですよね、うん、当時のヌルハチたちの時代における女真族の勝利条件っていうのがあるんですよね。ゲームルール、まずは民との交易でつけた経済力をいかに軍事力に転換させられるか、もう一つが城を築いてそれを維持できるだけの経済力を保持してそこに勢力を結集できるかどうかなんですよ。まあわかるわかる、わかるですよね、うん、まあ、これは日本の戦国大名が、まあ、城下町に臣下たちをさ家臣たちを住まわせたと、まあ、結構似た発想なんですよね、うん、でヌルハチは城内にこう有力な臣下たちを強制的に移住させるんですよね。でそこでガバナンスを効かせるという、うん、いうことをやりました。なんか毎朝点呼を取ってちゃんといるかみたいな確認までしてたそうですね、うん、はいはいはい、はい、だけじゃなくて服従させた部族の領主とか彼らの領民も強制移住させたんですよね、自分のこう城周辺の領域に。だから根こそぎ強制移住なんですよ。これは何かっていうとやっぱり彼の問題意識としては人口が少ないんです、満州国は。ちょっとこの後の時代の人口推計なんですけれども、まあ35万人程度しかいなかったんじゃないかなというふうに推計されてます、その満州国がですね。ちなみに明王朝諸説あるんですけれども1億人、ああ、もうちょっと桁が違うですよね。そうそうそう。で人口の少なさっていうのはさ、ネックルなんですよ、うん、生産力とか軍事力とか全部人口の少なさによって制約されちゃいますし、ヌルハチもさ挙兵の時も兵の少なさで苦しんだ原体験があったじゃないですか、うん、もうことを荒立てないために暗殺者でも釈放したりとかしてるんですよね、うんうん、だからとにかく人口を増やさなければ何も始まらないと、うん、だから征服した部族とかも領民たちと もう全部無理やりこう強制移住させてこう集めたんですよね、物理的に。これが彼の結構重要な政策の一つです。はいはい、はい、周りに集めさせてこう自分の軍事力が及ぶ範囲内で管理するということをやったんですよね、うん、じゃないと逃げたりとかするからね、うんうん、あれ難しそうやな。そうそうそう、土地が連続してますからね、はい、ただこれも確かにね重要ではあるんですよ、うん、まあ、1回目で言ったんですけれども、ヌルハチっていうか、まあ、女真族って分裂する力学が働いてるんですよね、家の時にね。そうそう、家の時とか財産分割の時、ね、分割相続だからね。そうそうそう、これを無理やり全部集中させることによってこれを無理やり止めたんです。なるほど、分裂構造、分裂力学を止めたんです。すごい権力だね。でもそういうことができるっていうのは、はい、うん、外部委託のフリーランスを全員正社員にして会社に出勤させるみたいな感じ。まあそうだね、リモートワークやめさすみたいなやつ。そう、そう、そう、やっぱ弱小勢力だから結集させないと、人もリソースを結集させないとダメっていう風な課題意識が強烈にあったんじゃないかなっていう。みんな言うこと聞いたね。やっぱこの時点でかなりそのやっぱ満州五部を平定してるっていうのはでかいんでしょうね、ガバナンスがだいぶ効いてるんですね。そう、あとはほらやっぱ民の支援があるからさ。そうだね、その権威もあるし、言うこと聞かないといけない人みたいになってんでしょうね。そう、で経済力もあるから、まあヌルハチの下につけばちょっと飯が食えるかもみたいなのはあったかもしれない。はい、でもう一個ヌルハチ個人のパーソナリティのネタとしてちょっと面白いのがですね、実はヌルハチ、まあ、ヌルハチだけじゃなくて女真族は漢族の文化を結構深く取り込んでたんですよね。漢語の文献を読んだりとか、うん、書物を集めてたりとかしてたんですよね、うん、どうやらその集めた書物の中に例えば孫子とかさ、漢碑子とかさ、論語とかもあったみたいです。でそれをまあ結構みんなで読んでたんだって、うん、ただそれは漢族の文化に何ていうかすごく浸水してたっていうよりも何か手段として摂取してたっていうふうに言われてますよね、勉強してたんやな、うん、そうそう、勉強してたんですよね、頑張ってね。仏教関係の本とかも読んでたし、医学書とか占い書とかも取り寄せたり買ったりとかして読んでたんですよね。あとその戦国時代、中国の戦国時代の漢中とか始皇帝の話とかがよく読まれてたみたい。はい、でヌルハチ自身はね、ほら今まで戦いが強いみたいなイメージがあるじゃないですか、今までの話で、はい、彼も知識人なんです実は。頭もいいんや。そう、読書をしてたんですよね。漢文学とか漢族の歴史に非常にやっぱ関心があって、もうすごく重視してしたっていう風な記録が残ってますね。で彼自身も漢語を話す能力はおそらくある程度身につけていたっていう風に思われてます。で書物とかも集めてて、例えばその明王朝の行政文書とかも取り寄せて読んで、なんか学ぶべきことが書いてあったらこれをきちんと保存するように指示したりとかしてたんです。なんかこういうことを実はやってたんですよね。なるほど。で、まあ、ちょっと話をまた戻すと、彼の戦いはまたこれからまだまだ続くんですよね。満州五部は統一しました。でも女真族社会全体を統一したわけじゃないんですよね。この次に彼は
全女真族の覇権を掌握するための戦いに乗り出すということをやってきます。なるほどね、はい、ちょっと、イメージで言うと女真族の中で満州国ってどのくらいの割合なんですかね、はい、いやー分かんない。でもあれだ当たってるかどうか分かんないけど、うんはい、重要なのは間違いなさそうなんで、はい、日本で言うと、うん、要はその秀吉がさ、うん、小田原北条家と、うん、その島津家と四国のあの長宗我部以外を一旦倒しましたみたいな状況、うん、だけどまだその3カ国結構重要なのが残ってますみたいなのに近いんだろうなという気がしますけどね。そう全然まだ戦国大名クラスがゴロゴロいるし、はいまあ、なんだらモンゴル族もおるし、うんうん、ホルチンがいる。そう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 。ホルチン？ホルチン。ホルチンがいるかもしれない。ホルチン推しやね。ヌルハチは部族を次々と滅ぼして併合していくんですよね。はい、でこれに李成梁も支援し続けるわけですよね。なんかやっぱヌルハチが結構使えるからさ。はいはいはい。はい、でその李成梁はさなんか結構利権を与えるんだよね、うん、例えば漢族が開墾したその農地をさそこに住んでいる漢族を無理やり追い出してヌルハチに与えたりとかさ、で追い出した漢族の数の規模が6万人なんですよ。うおすげえな。大陸はすごいよね。そんなことできるんよ。規模ができるんですね。はい、すごいね。だから定型というよりもゴリゴリ癒着なんです。なるほど。ゴリゴリ癒着してるって。スーパー癒着。うん、そうそうそう。あでも面白かったな今回も。うん。個人的にやっぱりマンジュグルンを名乗ったところがちょっと。そこなんや。予想外や。マンジュグルンって名乗る感じみたいな。あるんじゃない？あれじゃない？うん、法人を作って起業して会社名を作るみたいな感じじゃない？ああまあね。その会社名を名乗るっていう。そうそうそう。そうか、そういう意味では古典を名乗ってると言えるのか。そうかも。勝手に言ってるだけだもんね。まあまあまあ、勝手に言ってますね。でそこになんかこう大日本なんたらとかつけれるじゃないですか。うん、社名につけれますね。なんかつけれる、うん、福岡なんたらとかつけれるじゃないですか、うん、つけれますね。福岡に住んでるっていうだけで、うん、なんかそんな感じじゃないですか。そんな感じでしょうね。だから何個か MA してグループ会社を作ってそのグループ会社名をつけたみたいな感じなんでしょうね。今で言ったらまんじゅぐるんを名乗るっていうのは、はいはい、ここになんかこう名乗るに僕はそれロマンを感じた。いやいやなるほどね。予想外やな。確かに名乗れるなみたいな、はい、確かにね、何でも名乗れるぞって今思ったね。そうそうそうですね、何でも名乗れるんだ、うん、何でも名乗れる人は。でその名をなんかね、うん、実力を通じてこう社会の中でパワーを持たせていけばそうだね、いいんだよ、うん、だから世界のってつければいいんですよ全部。世界の世界の古典です。世界の古典と名乗った。で実力が伴ってなければだいぶこうマイナス要素が多いですけどね。はい、いいじゃないですか。そう、はい。でその李成梁とヌルハチってまあいい関係なんですよ、まあ、この関係性が崩れない限りヌルハチの女真族統一事業にとってもプラスになるし、うん、その李成梁民ですよね、民にとっても東北防衛は安泰なんです、うんうん、ヌルハチがちゃんと活躍してる限りは、はいはいはい、まあ、こっちに歯向かわないっていう前提なんですけど、まあ、もうウィンウィンなんですよね、はいはい、ここでね思わぬ意味不明な力がですねバンって横殴りで来るんですよね、うん、それがね豊臣秀吉の朝鮮出兵、急にここに来るんですよ、はいはいはい、急に日本から誰誰こいつみたいなやつらが朝鮮に来るみたいな、海の向こうから。え、違う、そこで繋がったんや。そうそう、そこで繋がった。これでまたね歴史がねブーストされていくんですよね。なるほどね。これで次回またこの話をします。いいですね。はい、ちょっとなんか前回予習したやつだになってます。なんか真剣ゼミ的なやつになってます。はい、あ、ちょっとこれ胸熱やな、うん。なんかここで交わるんやみたいなのがありますけども。はい。じゃあちょっと次回ですかね、続きは、はい。ありがとうございました。株式会社コテンの活動は皆さんのコテンクルー費によって支えられています。僕たちの活動を応援したいと思ってくれた人はぜひ画面のアイコンからコテンクルーに参加していただけると嬉しいです。お願いします。